ディクソン、何をする？あんた、自分が何をやったのか分かってんのか？ギャーギャーとうっせえな、ガキどもが。俺は自分の役目を果たしただけだぜ。なあ？あなたは。貴様は。そうよ。思い出したか。久しいな。ほんと久しすぎるぜ。な？ザンザの使徒か。ザンザの使徒？どういうことだ、エギル？ディクソン、お前は？説明する必要はねえぜ。百聞は一見にしかずってな。さあ、寮のマナコに焼き付けな。ザンザ様復活の瞬間をな。シルクから離れて。ダメ。させんぞ、ザンザ。シュルク、なんだあいつは。ザンザ。驚くことはない。世界の全ては因果の流れによって律せられている。そこに存在する全ての者同士、相互の関係によって未来への流れは必然へと決定づけられる。それが我がもたらすビジョンだ。そう、こうなることは必然。起こるべくして起きたことなのだよ。我がシュルクのうちに宿った時から。どういうこと？ザンザは私との戦いで疲弊し、ハイエンターのシソラによって封じられた。肉体は監獄島の檻に、そしてその魂はモナドと共にオセノット島に。あの遺跡にか？だがそれがなぜシルクに。忘れたのかよ。あの遺跡を発見したのは誰だ？その時に誰がいた？そして生き残りは誰だ？誰がその生き残りを連れ帰った？まさかディクソン、お前はその時からシルクを。おうよ。全ては今日この日のため。もっともシルクなんてやつは最初からいなかったがな。何？我の魂はモナドの内にあった。解放されることも因果律、ビジョンで分かっていた。やがてその時は訪れ。そしてモナドを見つけ解放した連中は目覚めたザンザ様に命を吸われ、くたばったってわけさ。そのシュルクも含めてな。シュルクもその時死んだってのか？バカ言うな。シュルクは俺たちと。抜け殻だよ、ただの。我がシュルクの命となっていたに過ぎない。まことの目覚め、我がモナドを振るうに値する新たな器が成熟するまでの間。巨神の魂であるザンザ様といえど、活動のためには肉体が必要なのさ。そこのメイナスと同様にな。お前たちはその抜け殻の相手を真顔でしていたのさ。滑稽だよな。何故シルクなのだ。何故貴様の器がシルクでなければならなかった。特に理由はない。我の目の前にシュルクがいたに過ぎない。要するにだ、誰でもよかったのさ。モナドさえ振ることができりゃな。ならばシルクがモナドを使えたのは。ビジョンで私たちの窮地を救ってくれたのはザンザ様だからよ。因果の流れを見られるザンザ様が起こるべくして起こる出来事に導いただけよ。
コロニーナインが壊滅したのも、そこのハイエンターの親父がくたばったのも、ガドとかいう増評がのたれ死んだのも全てさ。己そしてこれから起こることもな。何をするつもりだディクソン。だからさ、邪魔なんだよお前ら全て。この世界はもともとザンザ様が、巨神が作られた世界だ。それをその表面にポッと出てきたお前らが勝手し始めてよ。我から生まれてた生命は全て我へと帰らねばならない。我が存続するためには一つの秩序ある形に戻さねばならない。要するにだ、この世界の破壊と再生よ。よくある話だろう。手始めにまずその最大の障害である、キシンメイナス、貴様からだ。巨人が、動き出したもん。待っていた、この時を待っていたぞ。兄様、やめて。その体では。構わんさ、この体朽ちようとも、せめてザンザだけは。ザンザある限り、我々にも巨神界の者たちにも平穏は訪れん。ならば朽ち果てるがいい。我が剣の前に。あれはモナド。その言葉そのまま返してやるわ。何？シュークと分かり合えたんだぞ。くだらん干渉だな。ザンザー、ダイン行くぞ。ああ、よくもシュルクを。全ての命は我より発生したもの、故に我のために生き、そして帰れ。貴様のモナド、ついに解放したか。すんなり死を受け止めるかと思ったぞ。今ようやく分かりました。私たちから生まれ出た子供たちの未来は彼ら自身のもの。創造主であったとしても、その目を摘み取る権利などない。たとえ因果の流れがあなたの律した通りであったとしても、抗う尊さを捨て去ることは愚かだということを。ザンザ、あなたがこの世界に存在する、あなた以外の存在の全てを否定するというならば、私は戦いましょう。彼らのために。そうよ、みんなの未来消させはしない。
行くぞ。壊してあげる。あ、体がとても軽く感じる。このセカンドギア、このダブルウィンド、やあ、この瞬間今ならやれる気がするの。はあ、神がその程度か。このやあ、ハッバグストーン。これクロスインパクト、やあ、このままじゃダメよ。このままじゃダメよ。ダブルウィンド、やあ、動きが鈍いぜ。それで神を名乗るか。このザンザと世界を分かつものなのか。なるほどな。そんな残りカスがそれほど大事か。ただのホムスが我が身から釣り出た赤のような存在が。それも一つの命です。それがわからないあなたに神を名乗る資格はない。誰がそれを決める。決められるものはただ神よ。神はこの世界に一人しかいらぬよ。メーナス、いつまでその器に隠れている。フィオル。本気で来いよ。来ぬのならそこにいる赤ともども消し去ってくれるわ。ザンザーン。メイナス。愚かな。良いのです。これでこの世界はあなた方のもの。神など必要のない世界を作ってください。エイナス。これが因果の流れだ。ザンザ、消えちゃったの？やろう。何をするつもりなんだ。さあ始めようか。破壊を、そして再生の儀式を。
あの光の渦は。兄様、バネア、すまんな。私は分かっています。初めから分かっていたのです。さあ行くんだ。お前たちにはまだやるべきことが残っている。希望はまだ消えてはいない。嫌です。兄様も一緒に。私にもまだやるべきことが残っているのだ。それがメイナス様が私に託した最後の願い。兄様、メリアさん、そなたの思い確かに受け取った。鬼神界の皆のこと安心して我らに委ねるがよい。さあ行け。シュルクの命はまだ尽きてはいない。最後の希望の灯火、消してはならない。エギル、あんたって人は。行くぞ。鬼神から脱出する。ライン、シュルクを頼む。ああ。大丈夫？ええ。よし、まだこいつは動いてるだ。公開まで時間がない。中央交渉を抜けて急いでジャンクスに戻るぞ。ええ。ダンバン、エギルはどうなるの？最後のその時までジャンザと争うつもりなんだろう。俺たちで見届けてやるんだ。あいつの意志を継いでやるためにもな。さあ行くぞ。さよなら兄様。
そうまでしてしがみつくか。ありもしない希望に。死に損ないや。ザンザ、死に瀕してこそ命は輝くものだ。巨神に帰っちまいなよ。楽だぜその方が。ふざけんな。なぜだディクソン、なんでお前はそんなになっちまったんだ。シルクはお前を慕っていたんだぞ。ディクソンさん、ザンザに操られているのなら目を覚まして。わめきやがってみっともねえ。何でも何ももねえ。俺はもともとこうなんだよ。てめえらが生まれる遥か昔からな。したと。おうや、英雄が言ってたろ。俺はザンザ様の使徒、三聖のディクソン様よ。
情けねえな。シルクがいないとその様かよ。え、イノシシさんよ。ありがたく思いな。戦友のこの俺が引導を渡してやるんだからよ。うまかったよな、戦の後に組み交わした酒の味は。貴様、どこのどいつだ。邪魔立てする奴は。無事か、メリア。兄上。カリアンさん、こいつはザンザの巨神の手下だ。シュルクはこいつに背中から撃たれたんだ。それは本当か。ディクソン。だがここまでだ。いかにテレシアといえど、これだけのハウレスの部隊、遅れは取らぬぞ。威勢がいいのはいいけどよ、ちったてめえの足元を見た方がいいぜ。あ、てめえらの運命すっかりと忘れちゃいねえかい。なあローランよ。な、ローランだと。そなたも関係しているというのか、ローラン殿下。純なことは結構だけどね、それだけに滑稽なのよ。ほんと御しやすかったわ、あなたもソレアンも。な、なんだこの光は。それは巨神が破壊と再生のために放出したエーテルの粒子よ。どうなるんだっけね、これだけ濃度の濃いエーテルにさらされたハイエンターは。まさかお前は。目覚めなさい、私の可愛いしもべたちよ。あれはテレシア。アニエレ。で、メリア。オノレ・ローラン、アニエレを放て。勘違いしないでよ、ハイエンターはこうなるために生まれてきたんだから、私のせいにされてもね。どういう意味だ。言葉のまんまだぜ。ハイエンターってのはな、巨神再生の際邪魔な生命を刈り取るためにザンザ様が作られた種族なんだよ。その体のうちに時が来たらテレシア化する因子を組み込まれてな。バカな、そんなことが。そうなのだメリア、だからこそお前は我らの希望だったのだよ。アニュー。そうさ、ホモスと混じるとどういうわけかテレシア化しねえんだよな、これが。ま、しねえやつはしねえやつでテレシアで勝っちまえばいいってな。お前の存在価値なんてそんなもんだぜ。さあ刈り取れよ、可愛い妹をその手でな。お前に誇りを背負わせて。何を言うのです、兄上。だが私とて高家に生まれたもの、お前の背負った宿命肩代わりすることぐらいはできる。しぶてえ兄ちゃんだな。往生際が悪いこと。戻り
イエンターの未来に託したぞ。シルク殿と共に脅しなさい、テレシアたちよ。ディクソン、わかったな。遅い、やろう。